Gracias.
ありがとうございます。フットフィルドライブです。じゃあ実はこのメンバーで集まるの2年ぶりぐらいなんですよ。でなおかつその2年前は2人いなかったんで、だからこの編成でやるのも実は初めてなんですけど、そして走行してる間にギターがいなくなり、みんな遠距離になって、すごい久しぶりに、朝倉に戻ってこれました。3年ぶりです、僕自身は。お久しぶりですというわけで、よろしくお願いします。僕の中でマイブームなのが、まあ、さっきみたいにね、曲が終わってから口パクで
こんなんやるの僕と石川さゆりだけですからね。そうそう、紅白で石川さゆりがこれをやったらね、あ、前撮りの真似してるなとか思いながら、ね、見てやってください。はい、まあ、オリジナルは向こうなんですけどね。じゃあ、朝くらい来れなかった理由の一つにね、毎年はこの時期のピート・メマヒーが来てたんですよ。で、まあ、彼はオーストラリアのミュージシャンなんですけども、で、去年なんと CD を作り出して彼とワイドアイランドという、その中でもね、1曲ちょっとオリジナルをやったので、ちょっとその曲をやってみようかなと思いますが、オーストラリアのまあフェスに行く機会があって、その時にビクトリアのね、これ実は町の名前なんです。本当に山が綺麗な町、本当にこれが町の名前、もうそのまんま、地名を歌のタイトルにしました。歌のタイトル、曲のタイトルにしました。なんとビクトリア、帰り長い旅路の方いらっしゃると思います、ね、で、ワイドアイランドのアルバム自体は大体まあ30分か40分ぐらいで終わったと思います。さすがに30分や40分だとね、ちょっとさすがにきついなという方、もう30、40分ぐらいある別の CD もございます。
それを簡単に長くと、まあ、大体1時間ぐらいになるかなと思います。ぜひ、そのカラーに置いてますので、新人のコーナーに置いてますので、ぜひ買っていただければなと思います。で、じゃあ次がスポー最後の曲です。じゃあ最後はドリームらしい、らしいところも出しながら、変わったところから始まる感じで始めますけど、じゃあフラフ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 フラI'm going to go to the next one.
ちょっと上がってますのでね、あの
林立ててください。せーの、ありがとうございました。では、本日曜日、やりました。